今月のミュージアム巡りは、私がちょうど勉強した音楽を勉強したですね、上野、JR 上野東京です、出かけました。で、上野というのは上野の小山って言いまして、ちょうどJR の乗り場から言うと高円口という、降り場を出まして、そこから歩いていくんですけれども、上野公園というのが、かなり広い公園で、最初に上野の公園の中で一番最初にあるのは上野の森美術館です。これはでもちょっと離れますけど、それで、大体すぐ目につくのは国立西洋美術館。ちょうどここでカラバッジョ展っていうのをやってまして、このカラバッジョ展は、僕もよく知らなかったんですけど、ミケランジェロと思っていたんですけど、名前はミケランジェロなんとかかんとかカラバッジョなんです。で、本当に古い絵描きさんで、最近のこう分からないような絵じゃなくて、本当に精密にきちんと描かれた、絵画で、西洋美術の基本となるような、絵描きさんの話、展覧会でした。このちょうど上野の森っていうのは、この国立西洋美術館っていうのがありまして、で、まっすぐちょっと歩いていくと、東京都美術館が見えます。で、右手に、国立博物館がありまして、噴水があって、奥に、これは東京都というよりは国の昔寛永寺というお寺があったところの博物館があります。で、そのずっと向こうに、東京芸術大学というのがありまして、その東京芸術大学の音楽学部と美術学部の音楽学部に4年間いましたので、この上野公園っていうのはもう毎日山を行ったり来たりしてるような感じの学校でした。で、このカラバッジョ展は本当にこれを行きたいと思って行ったんじゃなくて、なんかこの国立西洋美術館っていうのは、大体僕が学生の頃ですから、もう今から40年も50年も前ですけど、ロダンの、地獄の門って言いましたっけね、それの模写っていうのか、彫刻を飾ってあって、それと群衆っていうのも、これもロダンの作ですけど、飾ってあって、その頃は、貧乏な学生でしたから、本当に中入れなかったんです。で、それで一度入りたいと思って、つい先日行った時に、ちょうどカラバッジョ展がありまして、中へ入ったというわけです。で、このイタリアの、イタリアじゃなかった、イギリスだったと思いますけど、カラバッジョ展は、僕は知らないあれでしたけど、お客さんがいっぱいいまして、ちょうど、ここにチラシがありますけど、3月の1日から始まって6月の12日まで、これかなり長いですね。ルネッサンスの画家の絵ですね。これ本当に面白いのは、なんかカニに手を挟まれた人の絵とか、なんかに食べられた人の絵とか、そういうような種類のものがありまして、本当に普通うっかり見忘れると、本当の西洋絵画の古いルネッサンスの感じですので、さっぱりそういう面白いこう奥があるっていうのはわからないんですけど、こうやって特集でカラバッジョをちゃんと見ようというあれですと、そういうのがすごい見れまして、なかなか面白かったです。それで、この上野の森っていうのは、
他には、西郷さんの像とか、から上野の動物園、パンダが来て非常に広まったような感じがするんですけど、僕らが学生の時にちょうどパンダが来てまして、それでも見に行かなかったんですけど、でこの上野の山っていうのは他にはそうですね、動物園でしょ、でその美術学部の校舎の中にも美術館があります。だから美術館が1,2,3,4,4つか5つはありますね。でこれはこの間ミュージアム巡りで紹介した京都の岡崎公園と似てます。でなんかこういうところは非常にこうアカデミックな雰囲気で、なかなか普段は行かないことが多いんじゃないかなと思いますけど、なかなか見るものは非常に豊富で、ちょうどその博物館も、恐竜の、なんていうのかな、模型じゃないけどね、そういうのが飾ってあったりとか、非常にこう子どもさんが、学校から連れてもらって必ず東京の子どもさんですけど行くというようなところがあります。このカラバッジョ展は6月、12日までありますから、興味のある方はぜひ、お出かけになってください。今月も一曲クラリネットで演奏させていただきますけど、前々月ですね、やった曲がちょっと難しいかなと思ったので、今日は今月は、少し分かりやすいのを選びました。曲名じゃないですね、映画の主題になってます。その映画を題名を教えてください。